皆さんこんにちは、トッティです。最近やっとですね、このスタジオの方もですね、イメージ通りにいい感じに、仕上がってきまして、まああとはね、僕の自分磨きということで、チャンネル登録数もね、5000人無事突破、しましたので、そろそろね、身なりとかにもちょっと気を使っていこうかなということで、まずはですね、シャキーン、ビッグホリデー T シャツ。これ弊社のね、ダイビングショップの、ユニフォームとして、活躍する予定のやつなんですけれども、まあ僕もね、このチャンネルで、正式に、ユニフォームとして、これを着てやっていこうかなと。で、あとはですね、身につけるものだけじゃなくて、僕自身もね、ちょっと磨いていこうかなと思いまして、ダイエットをね、最近始めました。はい。なのでね、動画更新するごとに徐々にね、僕自身もね、シェイプアップしていく予定になっていますので、そちらの方の、経過観察も、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ本題入っていきましょう。今日はですね、大人気シリーズ GoPro に、装着をするフィッシュアイレンズの、解説を、していきたいと思います。で、まあこれはですね、 GoPro にワンタッチでカチッとね、装着することができまして、まあ装着するとですね、より広角に、より写真がクリアに、写真と動画ですね、すごく綺麗に写せるようになる、まあスーパーアイテムなんです。まあダイバーの方でね、 GoPro 持ってる方すごく多いので、まあそういう方はですね、全員これ買った方が本当にいい、めちゃめちゃ綺麗に撮れるようになりますので、まあちっちゃいですしね、まあこれをつけると一体どれぐらい変わるのっていうのはですね、前に動画1本、公開していますので、そちらの方をぜひ、見ていただきまして、今日はですね、この GoPro 用のフィッシュアイレンズを購入しようかなと、思っている方に向けてですね、このレンズ実はですね、2つのメーカーから発売されていまして、1つはですね、イノンっていうメーカー、もう1つは AOI というメーカーですね。まあ見た目はね、どちらもすごく、似ていてですね、同じような形していて、まあ巷では、ほぼ同じレンズっていうふうにね、言われているんですけれども、これがですね、実際に取り比べてみると結構こう大きな違いが、ありまして、まあそれぞれいいところ悪いところ、一長一短という感じなんですけれども、まあ購入前にね、その情報を知って、ぜひ、皆さんにね、買ってもらいたいと。あとはですね、まあすでにこのレンズ持ってるよっていう方もですね、自分が持ってるレンズの特性と、もう片方のレンズはこういったレンズなんだ、で、まあ必要とあればね、そっちの方に買い替えるとか、まあそういった感じで、この2社の、レンズをですね、比較して、解説をね、していきたいと思います。はい。で、実際にですね、僕が水中に、2台の GoPro をこういうふうに持ってですね、そこにイノンのレンズと AOI のレンズをつけて、2台こういうふうに綺麗に並べてですね、でその状態で、いろんなシチュエーションでこういうふうにね、比較映像いつもの例のごとく、たくさん撮ってきました。で、詳細スペックはね、後ほど、ご紹介させてもらうとして、まずはですね、皆さん一番気になるところは水中での映りの違いは一体どうなんだというところだと、思いますので、そちらの方をね、たっぷりと、見ていただきたいと思います。で、それぞれですね、設定がにばらつきがあると良くないので、GoPro 2台ともですね、レンズの画角はどちらもスーパービュー。で、手ブレ補正はオンで、撮ってきました。はい。では、早速見ていきましょう。で、このフィッシュアイレンズなんですけれども、実はイノンの方のレンズ、ちょっとね、見てみると、色がついている感じなんですよね。ちょっと黄色みがかったようなね、赤っぽいような、光り方をしていると。で、逆にですね、AOI の方は、まあ、目視で見る分には、まあ、色がついていませんと。まあ、なので、まあ、これ見比べてね、水中で、撮れる色味はね、変わるのかというところなんですけれども、そちらの方、ちょっと見ていきましょう。色味比較です。はい、スタートからですね、どうでしょうか。これはですね、もうほぼ色合いの違いはですね、ありません。
水の色もそうですし、下の岩盤の色もね、もうほぼほぼ、同じになっています。でホワイトバランスのね、変化も、まあ細かくねあるんですけれども、色味としてはね、ずっと、2つの、レンズ、揃っている形になります。まあ、なのでどちらのレンズをつけたら、よりねビビッドに、綺麗に撮れるよということは、まずはないと、断言できますので、色味に関してはどちらのレンズでもいいかなというふうに思います。はい、では次は画角の方を見ていきましょう。どちらの方が広く撮れているかという検証になります。このポイントはですね、宮古島の三大有名ポイント、アントニオ・ガウディというね、超素晴らしい、ポイントになっています。ですごく地形がね複雑なので、比較映像、撮影にね、向いているかなと思って、コンディションのいい時に撮影してきました。はい、アントニオ・ガウディメインの広場に出てきました。すごいですね、超豪華な、比較映像かなと、自画自賛してます。はい、ここら辺でストップ。画角の、広さの違い分かりますでしょうか。この穴の開口部、まあ3つありますね、上左右という感じで、で、左と右の開口部、AOI のレンズの方は、開口部が、もう見切れてしまっている状態ですね。で対してイノンのレンズの方は、左と右の開口部、まあ見切れていません。全部、綺麗にね、収まっていますと。まあなので、これを見れば一目瞭然、イノンの方が、ちょっとね、広く撮れるんですよというところですね。もうちょっと見ていきましょう。なんかねポイントが良すぎて比較検証してるっていうのを忘れそうになる感じですね。どうでしょうか。左右だけじゃなくて上下にもね結構な違いがあります。上下にもね、注目してみてください。まあ、これ一番後ろのね壁際に寄っているんですけれども、ここぞという時にね、やっぱり余裕を持って、地形がね、全て画角に入りきるっていうのは結構水中では安心感があるかなというふうに思います。はい、では続きましてアントニオ・ガウディ一番メインの、景色にね移っていきたいと思います。ドガン、はい、どうでしょうか。まあこれでもね、かなりの違いが、出てますよね。イノンの方は、やっぱりですね、余裕を持って、前景が入りきっていると。対して AOI の方はね、まあ、やっぱりちょっと見切れてしまっていたり、ちょっと窮屈なね、イメージがありますよと。はい、ちょっとぐるっと、角度変えてですね、うん、やっぱり AOI の方がね、ちょっと窮屈なイメージありますね。まあこういった感じで、できればですね、広ければ広いほど、フィッシュアイレンズっていうのはまあ優れているんですよ。まあ大は小を兼ねるじゃないですけれどもね、困るシチュエーションが、かなり減りますので、まあ、例えば、まあこういった地形だけではなくて大物群れ、特に群れですね、群れのシチュエーションで、まあ、群れにバーッと近づいていった時、すごく大きな群れだったとします。でその時にその群れをね余裕を持ってこうやって収められるか、まあ画角がね群れでいっぱいになってしまうかっていうのはですね、これ結構奥行き感とか、映像の写真のクオリティで変わってきますので、まあここら辺はちょっとイノンにね、軍配が上がるなという、感じです。はい、でまあ検証の結果イノンの方が、まあより広角に撮れますよということがね、分かったんですけれども、ここからですね、まあイノンはイノンで弱点ありと、まあ具体的に言うとですね、このまあ映像とか写真、こういった感じになってますよね。要はこの四隅のところがすごくねこういうふうに引っ張られた、映像になってしまうんですね。
まあ、これはスーパービューっていうね、GoPro 側のレンズの、設定の特徴になるんですけれども、まあ、中央は歪みなく撮るんですけれども、左右上下のね、端っこの方はこういうふうに圧縮されていますので、四隅の方がね、ギャッと、流れてしまうと。で、逆にですね、AOI の方は、その、四隅のね、引っ張られる感じっていうのは、ありませんので、そこのところにね、注目してちょっとね映像を見比べていきましょう。はい。マダラエイっていうねすごく大きなエイが、中央にね、映っています。で、中央にね、注目したいところなんですけれども、四隅のところちょっと見てください。特にね、あの水のところ、あの映像の上の方はね分かりにくいんですけれども、映像の下の方、左右の角ですね、ここら辺の方を見ていただくとかなり引っ張られているのが、分かるかなというふうに思います。まあ、画角の広さはね、先ほど解説した通り、イノの方が広いんですけれども、まあ、AOI の、下左右のね、隅見てください。全然引っ張られてる感じはないですよね。まあ、なので、四方とも、綺麗に撮れていると。対していいのは、まあ、広くは撮れるんだけれども、四隅のね、歪みがちょっと出てしまいますよ、という感じですね。まあ、中央だけ見てるとね、違和感ないので、あまり気にしないよっていう方は、まあ、イノの方がいいのかもしれないんですけれども、まあ、四隅までね、しっかり綺麗に描写されている方がいいという方は、まあ、今の時点では AOI の方がね、いいかなという感じになっています。はい、次はですね、もう一度映像の四隅の方に、注目していただきまして、まあ、ケラレがどれぐらい出ているかという、検証を、していきたいと思います。で、要は超広角になるので、あの設定悪いとですね、このレンズフードのがですね、映像に映り込んでしまう現象が起こるんですね。ただずっと映っているわけではなくて、手ブレ補正でね、この画角が、ちょこ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 変わったりしているので、出たり出なかったりではあるんですけれども、まあ映り込んでるとね、黒いのがなんかこうやって、ちょっとね邪魔してきてる感じになりますので、ここも画質にねかなり、大きな影響を与えてきますので、ちょっと比較でね、見ていきましょう。はい。先ほどのね、マダラエの映像でちょっと見ていきましょう。AOI の方ね、黒いモヤモヤがね、出たり入ったりしてるの分かりますでしょうか？黒い影みたいのがね、ふわーっと出てきて、ふわーっと引っ込んでくる。今結構出てますね。イノの方もね、全く出てないというわけではないですね。ほんの少しイノの方も出ていますよと。まあ、このケラレなんですけれども、まあ、先ほどのアントニオ・ガウディとかの映像ではそもそも四隅が暗い状況なので、全然ね、気にならなかったりするんですけれども、まあ、こういった明るいところで撮るシチュエーションの時には、結構ね、映り込んでくるのが分かったりするので、まあ、イノンの方は、まあ、出ないことはないけどちょっとだけ出ると。で、 AOI の方は結構盛大にね、出てきますと。なのでね、これ悩ましいところなのは、まあ、さっきの話で言うと、イノンはですね、より広角で映ってるんだけど四隅引っ張られた感じになっちゃいますよ。 AOI は四隅の方もね引っ張られる感じはなく、綺麗に映ってますよ。で、ただ蹴られ問題では立場がね逆転してしまうと。イノンの方は、ほんのちょっとしかね、出ていないと。 AOI の方は、まあ、結構気になるぐらいね、蹴られが出てきますと。まあ、これはですね、ちょっと好みの問題なので、ここのところどれぐらい気にされるかっていうのは、まあ、皆さんのね判断に委ねたいかなというふうに思います。はい。で、この2つのメーカーですね、このフィッシュアイレンズを使うときには GoPro の画角の設定はこれで撮影してくださいねというのが、ありまして、 AOI の方はスーパービューで、撮影してくださいと。で、対してイノンの方はですね、スーパービューから1つ画角を狭めて、広角で撮影してくださいねと。
イノンの方にはですね、まあスーパービューで撮ると四隅の方にね、蹴られが出たり、あとあの引っ張られる流れる感じですね、あれが出てしまう、しまいますので、少し狭めて撮ってくださいねと、いう感じで、次はですね実際に、その両者おすすめの設定通りに撮影してみると、まあ一体、どう違うのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、AOI の方はですねやっぱり左上の方にね、かなり蹴られが、目立っています。対してイノの方は蹴られはね出ていませんね、全く。で、今度ですねイノンの、四隅、特に左下右下の方見ていただくと、スーパービューの時はすごく引っ張られて、流れている感じがね、見て取れたんですけれども、広角に、一つね画角をランクダウンさせると四隅まで、すごく綺麗に、描写していると。はい、ではここのところでね、ちょっとじっくり見ていきましょう。まずですね、この映像の上下の幅どちらの方が、広角に広く映っているかというところなんですけれども、まあ僕の足とフィンがね、映り込んでいるんですけれども、どちらのフィンの方がね小さく、見えますでしょうか。はい、左側の AOI の映像の方が僕のフィンはね、小さく映り込んでいますよね。ということは、こちらの方が広く撮れているという、ことになります。ちょっとねそのフィンの、上下のね、フィンより上フィンより下のねサンゴとかを、左右見比べてみると、まあ、AOI の方がね広く情報が映り込んでいるなという感じですね。で今度はですね上下で見比べる、たところから左右で、どれぐらいの情報が映り込んでいるのかちょっとね見ていきましょう。まず映像の一番左側、なんかボコッとしたサンゴの間にね黒い亀裂がね、見えてると思います。で、左側のね、映像の端は、どちらも合っていますので、そこから、反対右側、見ていきましょう。で右端のちょっとね、内側になんか黄色いサンゴのモヤモヤ左右にねありますよね。これまあ同じやつなんですけれども、どうでしょうか、どちらの方が広く映っていますでしょうか。このモヤモ黄色いモヤモヤを起点に、この黄色いモヤモヤから右側どれぐらい広く映ってるかというところで、見てみるとですね、なんとイノンのレンズの方が広く映っているんですよ。面白いですね。まあ AOI の方はスーパービューで、撮影していて、イノンの方は一つ画角の狭い、広角で、撮影しているんですけれども、まあレンズ自体同じ設定で撮るとイノンの方が広く、撮れると、まあ、なので、まあこの撮影の状態 AOI はスーパービュー、イノンは、広角で撮っても、レンズの性能で左右の幅は、イノンの方が実は広く撮れていると。面白いですよね。上下は AOI の方が広くて左右はイノンの方が広いですよと。でさらにねこの左上の方ちょっと見てみてください。青い水がどれぐらい映っているかというところなんですけれども、左上の端見てみると AOI の方がですね実は広く映っているんです。まあなのでね、ここら辺は画角と、フィッシュアイレンズのね作りによって、まあ一概にね、どっちが広いどっちが狭いって言いにくいところで、まあまあ一つ言えることは AOI はスーパービューで撮っていて、イノンは一つね画角を落として広角で撮っているのに、イノンのレンズの方は、頑張って広く映していますよねっていうことを、ちょっとね、ここでお話しさせてもらいたいなと思いまして、これが言いたかったんです。イノンのレンズ
頑張ってます。一つね、スーパービューから広角に落として画質もすごく良くなって、蹴られ全くなし、四隅の引っ張られる感じも全くなし、映像もいいで、 AOI と画角比べてもそんなに遜色ない感じですね。左右だけで言うと AOI よりも広くね、映像を映すことができていますよと。ここら辺がね、画質画角のね、まとめになるかなというふうに思います。はい、ということでここまでね、画角とか蹴られとか四隅の引っ張られて流れる感じとか、そういう画質面をね、いろいろと、一緒に見てきたんですけれども、ちょっとね、で結局どれを選べばいいのっていうところがね、いまいち整理するのが難しいなと思いまして、で僕なりにね、主観も踏まえて、ちょっとね、解説させてもらいたいと思うんですけれども、ズバリ言うとですね、フィッシュアイレンズ、広く撮れるレンズなので、少しでも撮れるレンズ、イノンのレンズが今の現状ではね、おすすめかなというふうに思います。で四隅が引っ張られる感じがね、ちょっと嫌だなと思ったら、スーパービューモードから、広角モードに落としてあげれば、全てね、画質面は、20〇というところで、一つ、画角の広さを下げても AOI と同じぐらいの画角は、頑張ってキープしてくれてますよ。でも AOI の方はやっぱり四隅蹴られちゃいますので、フィッシュアイレンズということでより広く撮れる方が自由度が高いと。でそういう観点では今回はイノンに軍配が、上がりましたという形ですね。一概にね、それだけが答えとは、申し上げにくい部分もありますので、今日の映像よくよくね、ご自分でも見比べてもらって、この時はこうなのか、この時はこうなのか、じゃあ、俺はこれ選ぼうかなみたいな感じで選んでいただければ、とっておすすめは今現状ではイノンの方かなというふうに思います。はい、ということで水中のね、撮影比較は、ここで終了となります。ここからはですね、実際に、購入検討されている方に向けてちょっと押さえておいていただきたい情報を中心にね、やっていきたいと思います。まずは、両者の、詳細スペック比較ですね、ここをちょっと、見ていきましょう。最大価格は、どちらもね、メーカーのホームページで140度の画角で、映すことができますよと、いうことなんですけれども、実際に、映像で見比べてみるとですね、イノン製の方が、ワンランクちょっとね、広く撮ることができるということが、実際に分かりましたと。なので、これってね、結構正確に測るのきっと難しいんですよね。なので、検証の結果、イノンの方がちょっと広く撮れますよと。で、最短撮影距離、GoPro はですね、このまま撮ると、60センチぐらい開いてないと、ピントってね、合わなかったんですよ。それ以上近いとボケてしまうと。なんですけれども、このレンズをつけることによって最短撮影距離4センチまでピント合いますよと。なので、接写がね、得意になりますよというところですね。ここのところは、両者ともね、同じになっています。ここはですね、ちょっと水中で、検証していくのを忘れたんですけれども、1センチ2センチ違ってもね、接写の場合はあまり変わりませんので、わかりません。はい。で、次は対応機種ですね。GoPro 3から GoPro 12まで、どれでも、対応していますよと。これは、どっちのメーカーもね、共通と、いうことになりますね。で、次は、価格。価格見ていきましょう。これ大事ですね。イノンの方、税込み42,900円。で、AOI の方ですね、税込み42,680円。イノンの方が220円、高いと。ほぼ、同じですね。で、220円の差っていうと、やっぱり、水中ね、ちょっとでも広く撮れるイノンの方が、ちょっとだけコスパがいいかな、という感じになりますね。
でこのレンズのカラーですね、まあ、これはイノン製、黒のレンズになってるんですけれども、AOI の方は2種類出ていまして、白の、ね、カバーと黒のカバーがありますよ。イノンは黒のカバーだけですよ。まあ、AOI のテーマカラーはホワイトなのでね、まあ、見た目の可愛らしさというところでは AOI にね、軍配かなというふうに思います。まあ、ここら辺がね、詳細スペック比較というところでした。はい。では、最後にこのフィッシュアイレンズの取り扱い注意点について、解説していきたいと思います。まあ、言ってもこのレンズ 43,000円とすごく高価なものですよね。まあ、中の GoPro と同じぐらいの値段しちゃいますからね。で、まあ、この取り扱いを間違えると、まあ、43,000円がパーになってしまうと、まあ、かなりのダメージですよね。で、まあ、僕、宮古島でファンダイビング専門店ビッグホリデーやってますので、このレンズ、つけてね、まあ、失敗されるお客様多いんですけれども、この失敗だけは絶対にしてはいけないっていうのが、まあ、いくつかありますので、それを中心にね、ちょっと解説させていただきたいと思います。でまずですね、レンズの傷、これですね、普段はこういったカバーをねつけて運用するんです。はい。でカバーついてれば多少ね岩とかにぶつけてもまあなんてことないんですよね。ただこれがついてない状態でちょっと岩にガンってやってしまうと一発で傷つきますから。で一回傷ついた傷はもう二度と取れません。磨いたりしてもね、ほぼ消えることありませんので、ちょっと深かったらもう絶対無理です。まあ、自分で磨くとね、ちょっともやがかかってしまったり、まあ良くないこともあるので、一回傷ついたら終わりだと思って使用してください。で傷ついてしまうと、画質にねどういう影響があるのかっていうのを、ちょっと一緒にね見ていきましょう。まあ、先ほどのねアントニオ・ガウディでの映像になるんですけれども、まあ、明るくね印をつけてあります。まあ、線の傷がね、入っていますよね。これがですね逆光で撮った時ずっとこの傷がね追いかけてくるんですよ。これが本当邪魔。本当にね、ここが一番いいところっていう場所にこのレンズの傷がねよく来るんですよ。本当に傷はない方がいいですね。はい。まあこういった感じで逆光とは、反対にね順光、太陽が背中にある状態でこうやって撮っている時はこういうねレンズの傷っていうのは一切ね目立たなくなるんですけれども、太陽に向かってこういう風に撮っているときは、まず間違いなく、この傷がね、映り込んでしまいますので、特にですね、ダイビングって全部が見どころじゃないわけじゃないですか。なので、見どころ以外はね、必ずこういう風にケースをして、で見どころだけこういう風に外して、使うようにしてください。あとは、ビーチダイビングでもボートダイビングでも、エントリーエキジット一番傷つきやすいシチュエーションになっていますので、エントリーエキジットは必ずこれをつけてください。あとは普段の旅行の持ち運びの時もこれ必ずマストでつけてくださいと。でただですね、これすごい便利なねカバーになっているんですけれども、なくしやすいです。まあ、ウェットスーツ生地なのでね、水中で浮いちゃうんですよ。プカーンとね、これから離れて、手から離れた瞬間。まあ、なので、まあ、こういった感じでね、何かストッパーになるようなもの、紐とかでね、どっかくくりつけたりして、手から離れても、浮いていかないように、するっていうのは一つ大事な、ポイントかなと思います。これ、結構高いんでね、みんななくします、これ。みんななくします。で、まあ、このカバーですね、イノンはですね、イノンのレンズの方は最近ねこのオレンジ色のカバーになったんですよ。これめっちゃいいです。 AOI の方のカバーは黒いんですね。で水中でふとねこうやってパッて手から離れた時とかですね、落としてしまった時、流してしまった時、
まあどっか行って水面に浮いてしまっている時とかですね、オレンジだとめっちゃ見つけやすいんですよ。黒だとまず見つかりません。なので AOI のレンズ使ってる方ですね、このイノンのこのレンズカバーだけでも買う価値はあるかなというふうに思います。これちょっと要チェックですね、覚えておいてください。はい、でもう一つすごく重大な、注意点なんですけれども、これでいきますよ。しっかりねロックがかかっているのを確認してから、海にねエントリーしてくださいと。まあここにねロック部分があるんですけれども、はい、ロックが甘かったりちゃんとロックがかかっていない状態でエントリードボーンとしてレンズ外れてピューと下に落ちていくシチュエーション、すごくよくお見受けいたします。まあ、あとはですね、その宮古島のダイビング、協会ですね、イノのレンズなくしましたとか、イノのレンズ、どっかのポイントで見てませんかとかっていう連絡もねよく回ってくるんですよ。なのでこれ落としてなくしたらもう一発もう傷ついたどころじゃないですからね、4万2000捨てたみたいな感じになってしまいますので、ちょこちょこあるかないか確認していただいて、まあ、仮になくしてすぐ見つければね、これかなり重いので絶対真下にこうやって落ちてますのでね、なくさないようにしっかりロックをかけて定期的にね、あるかどうか、状態を見て、潜ってくださいと。なくすのがね一番痛いんでね、これほんとみんななくすので、要注意ポイントとなっています。はい、ということで今日はですね、GoPro に装着するフィッシュアイレンズの、詳細をね、解説してきましたと。でこのレンズですね、本当に、GoPro 持っている人全員購入していただきたい。めちゃめちゃ綺麗な映像を撮れるようになりますので、本当フィッシュアイレンズっていうのはね、ダイビング機材の中で最もコスパのいい機材。これつけるだけで誰でも、うわ俺写真撮るの綺麗な上手くなったなとか、映像撮るの俺得意かもしんないとか、それぐらい勘違いさせてくれるね、なんて言うんだろう、本当にコスパのいい、機材になっていますので、ちょっとお値段張るんですけれども、それ以上の価値はありますので、もう一度ね、概要欄の方に、どれぐらい変わりますよっていう、動画出した時のね、URL 貼っておきますので、ぜひ、そちら見ていただきまして、購入欲を沸かせていただいて、で、この、動画をもう一回見返してもらって、購入して、いただければ、ますますダイビングが楽しくなるんじゃないかなというふうに、はい、思います。はい、それでは長くなってしまったんですけれども、今日も最後まで、ご視聴いただきどうもありがとうございました。僕もね、自分磨き頑張っていこうと思いますので、これからもねぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。